皆さん、オンチャリットです。今回ですね、毎週やらせております。今期2023年7回目、海外に企画ランキングトップ10やっていきたいと思います。というわけで、今回ですね、第8週目の海外に企画トップ10という号で、いつも全部で3回ですね、アニメトレーニングさん、アニメコーナーさん、アニメトレーさん、それぞれの、第8週目トップ10順番に紹介していきたいと思います。という号で、今回の結果ですね、一言で言い表しますと、あの作品ついに来たーというところで、ね、激アツという感じのね、ランキングになってまして、かなりね、ここに来てまた順位も変動してますね、非常にこう盛り上がってきた、ランキング、個人的にはもうめちゃくちゃね、そういう嬉しい感じのランキングにもなってますね、ぜひ最初から最後まで、お楽しみいただけたらと思いますね、皆さんね、各ランキングに対する ご感想、ご意見なんかもね、またコメントお待ちしてます。というところで、早速ですね、まずアニメトレーニングさんのトップ10から紹介していきたいと思います。アニメトレーニングさんね、一周遅れてます、第7週目というところになってますけども、アニメトレーニングさんのトップ10、それが、こちらというところで、ロッケッシュ無職転生に決意中、ロッケッシュ、やっぱロッケしか勝たんか。2ランクアップ1位来ましたね。アニメトレンディングついにね、一時はですね、かなり低迷してた感じもね、あった無職転生ですけどもね、いや、まあ、2期ね、まあ、特に学園入ってからやっぱり、ね、高い順位結構来てたかなって感じもしましたけども、ついに、1位取ったというところですね。アニメトレンディングは初めてかな。もう、ジューツとね、ワタコンがひたすら1位を取ってた中で、ゾン100もね、1位取ったりとかいう中だったんですけど、なかなかね、こう、無職が1位取れないっていう状況が続いてた、アニメトレンディング。なんかね、結構あまりに過激すぎてどうとかね、いろいろ話もあって、たんですけれども、まあ、この前の話かな、まあ、奴隷描写とかでなんかね、海外がとかいう話もあったみたいですけどもね、まあ、かなりね、こう7話も刺激的な回だったわけなんですけど1位来たです。やっぱジュリちゃんしか勝たんか。もうジュリちゃん可愛すぎたかね。いや、1位来ましたね。これはめでたい。で、ワンランクではもう2位がワタコンって、ワイカーズ非常人気で、3位が、あ、月メガか。おお、すごいですよ。ワンランク3位まで来た。月メガの人気がやばい、海外。はい。で、第4位が、サナカブ、ブリーチ千年結成もね、ようやくじわじわ上がってきたろうということで、4位。今までちょっと低すぎた感じしましたよね。第5がワンランクアップして、ホリミアピースという子ですね。ホリミアもね、やっぱ非常に人気というところですけども、5位もすごいですよね。これもうほんと面白いです。第6位、ダークギャザリング、ワンランクダウンも6位。国内ではね、ちょっと人気も低迷しつつある感じもしますけどもね、海外人気は相変わらず非常に高いと。第7位、7つの負けんが試合ですね。7つ間ですね。7つ間はね、非常に人気高くてですね、どんどんこう、順位も上げてきてる感じしますけど、サナカップして7位と。第8位がアンデッドガール・マーダー・ファルスという子をね、まだランクに入ってきたと8位と。第9位がシュガー・アップル・フェアリテイル、人気なのほんと2週連続9位。第10位がカノカリ3期2にね、ランクインしてきましたというところでね、海外キャラ人気の、ね、女性キャラモンではね、水原が1位取ってましたけども、ね、ようやく作品も、ね、トップ10に入ってきたというところでございまして、ね、出来事がランクインしてたのかな、っていうところでしたけどもね。今回ゾーン100がそうか、また放送がない週だったかな、これはね。っていうところですけどね、無職転生がついにアニメトレーニング1位取りました。おめでとうございます。しゃーい。いやー、いいんじゃないですか。はい、めちゃくちゃね、盛り上がってきてますし、まあ、賛否分かれそうな回でもね、こうやって回が評価されてるの非常に嬉しいなと思います。はい。では、続いてですね、アニメコーナーさん第8週目トップ10紹介します。アニメコーナーさんトップ10、それが、こちらというところで、ブリーチ千年決戦編2週連続1位。いや、ブリーチね、ついに来ましたね、というところでね。なんかこう、なかなかね、ブリーチに関してはですね、アニメコーナーはやっぱワンクルメ非常に無双しててですね、今期もそうかなと思ったら意外とね、無双できず、で、ブーストがもうなんかものすごくなってるとかいうのが起きたんですけれども、やっぱりブリーチかという感じでね、どんどん盛り上がってきた、ところの中で 13.46% というところですね、このパーセンテージもね、こう跳ね上がってきたというところですごいね、圧倒的1位という、またワンクルメの感じがね、戻ってきたのかなっていう感じもしますけどね、非常に人気と。第2位が、無職転生に4ランクアップに、あまりにブリーチが強すぎますけどもね、まだ1位はなかなか難しいのかなと思いながらですけど、無職転生もこう一気に4ランク上げてきたということで、よっしゃい。ロッキッシュ、第3位が、アンデッドガール・マーダー・ファルスという子をね、4ランクアップして3位というアンファルもね、まあ第8話ですよね。まあ、国内でもめちゃくちゃ評価高かったですけど、海外でも、こうやってアニメトレーニングランクが入ってきました、ね、アニメコーナーはこうやってランクが4ランク一気に上がってきたというところ、第3位でおめでとうございます。はい。で、第4位がワタコンって、ワタコンはね、じりじりこうランクを下げてきてしまってますけど、ワンランクだし、今回4位と。
第5位はダークギャザリング。今年3ランク上がりましたね。第5位と。高いですね。第6位が文豪ストリートックス第5期。ね、一時期は2週連続1位取りましたけどもね、ちょっと6位というか、だんだん順位が落ちてきてるような状況ではあります。ただね、まぁ、今回で言ったら2位から4位ぐらいかなり僅差かな。まぁ、無色が抜けてますね。6.95% だからね。アンファルとワタコがすごい僅差な感じか。うん、っていうアンファルついにトップ3に入ってきたというところですね。うん。で、第7位が、スキメガというところね、2ランクアップして7位というスキメガはね、さっきアニメトレーニングの第3位ですけど、非常にね、海外人気も高いという感じですよね。ね。すいません。すいませんでした。はい、スキメガですね、2ランクアップしてないというところになってまして、第8位がルローニケンシンという子をね、3ランクアップして、8位というところでね、ルローケンもね、ついにこうね、アニメコーナートップ10に、入ってきているというところですね。ルローケンもかなり盛り上がってきてるんですが、海外人気ね、もうなんか完全に段階になってみたいになっちゃったんですけどね、こうやって入ってきてよかったです。はい。第9がスパイ教室2期という子をね、アニメコーナーはね、分かってるんですよ。まあ、ただね、やっぱ見てる人の数が海外も少ないんじゃないかなとは思われるんですけども、やっぱ評価されるべき本当にね、めちゃくちゃ面白い、話をやってますんでね、スパイ教室海外でもこうやってね、トップ10やってきて非常に嬉しいなと。第10、7つま、5ランクダウンというと結構厳しいですね、これはね。まあ、とはいえ、ね、トップ10にはしっかり入ってきてるというところですね。ブリーチ天然血清が、ついに1位か、ついにというか2週連続1位獲得というね、本領発揮してきたかなという感じになっております。はい。ではね、最後ですね、アニメトリックスさんね、トップ10紹介して、トップ15ですね、これね、紹介して、以上となります。アニメトリックスさん、第8名、トップ15、それが、こちらというので、無色転生第2期歌道はい、はい、6期ばっかり。はい、ということで、無色転生はですね、これでもう、3週連続いや、もっとか4週連続1位ですね。呪術をね、呪術の5話を抜いて1位になって以来、4話からずっと1位というところでね、アニメトリックスはまあ順位変わりづらいとはいえ、こう海外でもね、このスコア見ても圧倒的ですよね。4738ということで、2位が2021、逆に2位以下は低いんですけど、かなりね。マイクールね、やっぱトップ3ぐらいは3000近くあるような感じのイメージはあるんですけども、まあそういう意味では今季ね、やっぱ海外でもちょっと盛り下がってんのかなみたいな話も結構ありますけどもね、無色転生第2期7話。あの会議会がめちゃくちゃ面白かった。あの会議が1位獲得ということで、おめでとうございます。よっしゃい。来週からかな、いよいよね、呪術廻戦戻ってくるというところね、海外人気ランキングどうなっていくのかというところもありますけどね、まあ、アニメトリックスもね、かなりこう呪術と無色のもう2強みたいな感じだったんで、ね、非常に楽しみですよね。で、第2位が、ブリーチ千年血戦2クール目というところですね。まあ、ブリーチ千年血戦もね、2020ポイントで1ランクアップして2位というところにね、なってきておりますというところで、今回そうか、ゾーン100がね、またないもんですから、その分で、ね、ブリーチが上がってきたというところ、前回ゾーン100が2100ポイントだからね、ちょっとブリーチも若干ポイント自体は下がってんのか。第3位が3ランクアップして、アンデッドガール・マーダーバルつきましたというところでね、まあ一応さっきね、ここまで評価高かったと言いますけど、海外でもこう評価一気にまた上がってきたのかというところで3位にランクインしまして、これはアニメトリックス、アニメコーナーで第3位、アニメトレンディング第8位というで、めちゃくちゃ高い順位、一気にトップ3に2歳とも入ってきたというアンファルで、ございます。おめでとうございます。はい。で、第4位が、3ランクアップして、ヘルクというところでね、国内では結構脱落したみたいな話も聞くんですけども、海外では非常に人気というところね、ダークギャザリングもそうですけどね、まあヘルクも人気というところになってますね。ダークギャザリングは、あ、でもアニメトリックスも第10にね、ランクインして、ワンランクアップしてというところになってますね。まあ、今期はね、まあ、放送行きとかも多いですからね、結構ややこしい感じなんですけどね。第5が、3ランクアップして、ワタコンという、前回ね、かなり順位をね、落としてしまった、ワタコンがですね、今回またこう、ランクを上げてきて、前回4ランクも落ちちゃったね、もうびっくりぐらい落ちちゃったんですけども、今回ね、またこう、ランクを上げてきたというところね、第5位というところになっております。はい。第6位が、7つまですね。ワンランクダウンも6位という、7つまもね、こうかなりね、高い位置にね、こう、高い位置でしっかりトップ10に前線で入ってきてるというところね、評価も上がってきてるのかなという感じがしますけど、第6位というところになっております。第7位が、ホリミアピースという、ホリミアもね、非常に評価高いなというところですけどね、2ランクアップして7位と。で、やっぱこの辺のスコアが寂しいですよね。1000ポイント未満というところで、例えば春だとね、直近の春だと、もっと高かったよね。全部、なんか全部1000ポイント以上ぐらいあったイメージあるんだけどな。あ、そっか、一旦なんかね、アニメトリックスって一回閉鎖したんでね、その影響もあるかもしれないですね。なんかね、一回なんかボイコットみたいな閉鎖した時あって、そう、マイクロね、大体なんか1000ポイント以上、まずトップ10は全部あってってイメージだったんですけど、なんかそういう影響もあるかもしれない、もしかしたらね。うん、一旦閉鎖したことがあるから、そこもあるかもしれないですね。なんかアルゴリズム的ななんかもあるかもしれないですけど。やっぱね、大体、
そうですね、トップ10は全部1000ポイント超えてきて、で2000ポイント以上が大体トップ3ぐらいな感じのイメージですね。うん、っていうところはね、今期はね、結構レベル感としても多分ポイント投票が少ないのかもなっていうのも思いながらね、そのサイト自体のなんか問題もあるのかなとか、いろいろちょっとあれですけどもね、うん、ちょっと寂しい感じですけど、まあ残り宮第7位、第8位が文豪ストレドックスさんっていうかね、3期じゃなくて5期がですね、2ランクアップして8位というこうね、マブスもね非常に人気というところでね、各社でランキングも入ってきておりますと。はい、第9位が、自販機という、自販機めっちゃ人気やんけ、3ランクアップして9位に入ってきてるというこうね、まあ、屋内でもね自販機見てる人は出落ちじゃなかったんだという感じになってますけどもね。第9位、第10位がダークギャザリングと。で11位以降が一応読み上げておくと、魔王学院の不適合者2期、12位がレベルアマーとワンルーム衣装、おーすごいじゃん入ってんね。で13位がトニカワ、14位がライザー、15位がバンドリ、おバンドリ、バンドリがすごいぞ、めっちゃランクアップしてると、12ランクアップしてる。はーい、バンドリはそれに海外で入ってくるの難しそうな感じがしますけどね、国内ではもう話題沸騰という、アニメオタクの中でも間違いなく話題沸騰という感じじゃないでしょうか。はーい、ということでね、今回の今期2023年夏アニメ、海外人気第8週目の、各トップ10の紹介は以上となります。今週ありがとうございましたというところでね、無職はね、こうどんどんこう人気を上げてきてね、ついにアニメトレーニングとアニメトレックスで1位、アニメコーナーでも2位というところでね、こう呪術が休みだね、こうバン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 評価を上げてきてるという非常に嬉しいです。ブリーチ千年結成もね、非常にランクがどんどんまた上がってきたという感じで、ございます。そして今回アンデッドガールもアダファルですね、アンファルのね、こう躍進が目覚ましいというこれ、ね、国内でもやっぱかなり、まあ、めちゃくちゃ面白いからね、最新話がね、まあっていうのもあって、海外でもしっかりこう評価を受けましてね、こう一気にトップ3に2サイトも入ってきたというところでね、素晴らしい結果だったんじゃないでしょうか。はい、というこうね、以上となります。ぜひ皆さん、今夜の感想ご意見などねコメントお待ちしてますし、また来週以降も、ね、引き続き、まあ、海外人気、とかね配信人気、個人的ランキング感想動画いろいろね、また上げていきます。ぜひご覧に、チャンネル登録もしてくださったら嬉しいです。ということで、今回の動画は以上とさせてます。最後までご視聴ありがとうございました。